こんにちは、リップスの森参道店の名倉です。今回は新しくリニューアルされたリップスのメンズヘアオイルを使って簡単にさらっとオイルスタイリングをやっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。オイルはどういう時につけるかと言いますと、ドライ前の濡れた状態の時に2プッシュほどなじませてあげることによってさらっとした仕上がりになり、スタイリングのベース作りに適しています。ドライとアイロン後に1プッシュほど手に取ってなじませてあげることによって、ワックスなしでもさらっと決まるかっこいい髪型ができます。今回は香料ありの方を使っていきます。まんべんなく全体になじませていきます。今回はコンマバング風に仕上げていきたいので、だいたい7対3か6対4くらいで分けます。ざっくりで大丈夫です。コンマバングで仕上げていくときは、まず最初におろしで乾かしていきます。だいたい8割くらい乾いたら、上げたいポイントを決めていきます。分けたいポイントを決めたら、ここに音符を当てて乾かしていきます。サイドが膨らむ人は横に音符を当てて押さえながら冷ましてあげてください。レフに切り替えます。トップを持ち上げながら冷ましてあげてください。ドライ後がこんな感じです。あまりがっつり上げるのではなく、少し分ける程度でドライしておきます。アイロンの温度はだいたい160度から180度が好ましいです。まずコンババングの一番の肝となる前髪なのですが、内側の一束だけ取って、少し内に入るように気持ち強めにカールしていきます。気持ち強めで大丈夫です。反対側も同様にやっていきます。オイルをつけると少し飛んでしまうので、このくらい強く入れてあげてください。全体は内巻きで後ろに流すようにアイロンを通していきます。オイルセットの場合は基本外羽は入れない方がいいと思います。この時に入れるコツは、スライスを取ってあげたら、ただ内巻きに入れるだけではなくて、内巻きにしながら後ろに引いていくようにしてあげるとうまくいくと思います。バックは基本内巻きで入れていきます。分け目の延長線上のトップは少し立たせたいので、スライスを持って根元に熱を与えてから内巻きにしていきます。
アイロン通し終わった状態がこんな感じです。全体的に丸みを帯びていて優しい印象になります。そしたらメンズヘアオイルをワンブッシュ取ります。手のひら全体に伸ばして全体的になじませていきます。この時にただ闇雲になじませるのではなく、毛流れを少し意識してなじませてあげるとうまくいきやすいです。こんなにも簡単にスタイリングが終わりました。この髪型のポイントは内側に差し込む前髪と丸みを帯びたシルエットになります。この丸みが消えてしまうので基本的には内巻きだけで入れてあげてください。こちらの髪型は朝時間ない人などおすすめする髪型になっておりますので、ぜひ試してみてください。ご視聴ありがとうございました。